私を空想に招待したのは、音楽の指揮は全て私に任せるということでいいんだな。私が指揮する聖舞と楽器は全てあなたを私の編み出した夢の中に溺れさせ、永遠に手中に収めるために存在するのだ。私が作曲するときはそばにいてほしい。様々なインスピレーションが得られるだろうから、両腕の力を抜き宙に浮くような感じで。ああ、そうすればさらに上手な指揮ができる。わかったか。作曲の腕は上達しているようだ。しかし完璧には程遠いな。極端な完璧主義者とはどういうことだ。天才にとってそんなことは当然のことだ。優秀な指揮者はどのような複雑な状況にあっても楽団全体を正確に把握しなければならない。舞台で演奏する前にまず外見を整えろ。それこそが音楽を尊重する姿勢だ。指揮棒は猫じゃらしではない。そもそもあなたは猫でもないしな。私の髪に触れる前に手は洗ったのか。あなたの歌の方がこの贈り物よりも価値を感じる。わざわざ私のために探してきたのか。ありがとう。後で楽しみ方を教えてやろう。眠れないのか。いいだろう。子守歌でも弾いてやる。ああ、礼は結構。私と朝食を？いいだろう。その前に朝食に合う曲を選ぼうか。ちょうどいい時に来たな。そこに座って、私のことを聞いていけ。私を空想に招待したのは、音楽の指揮はすべて私に任せるということでいいんだな。この演奏の指揮者は私だ。取るに足らん音楽だな。これが最後の一小節だ。命尽きるまで楽しむといい。一刻も早く正しいリズムに戻さねば。指揮者不在の秩序を失った音楽は哀れな騒音になり下がってしまうぞ。完璧な演奏だろ。作曲のインスピレーションを得られた。それ以外のことはどうでもいい。私の大切な作曲の時間を奪われている。わかっているのか？作曲する環境を変えれば間違いなく別のインスピレーションが得られるだろう。ああ、完璧な消化だ。次からはしっかりと私の指揮を見るように。次はここまでボロボロになりたくないからな。毎日会うのも悪くはないな。少なくともあなたに天才と凡人の差を分からせることができるしな。